月曜日のフラージ TV 新潟コンデリングの第16回です。こんばんは。この週末は本当に冷え込みました。今日はこちら新しいスタジオ WIN から、お送りする新潟ポンデリングです。今晩も元気いっぱいにお送りしましょう。この番組は若者たちの率直な思いや悩みなどを聞きながら話を進める中で、自分自身を見つめ直すきっかけや自分自身の再発見ができればという番組です。また就職面接や職場や家庭での人間関係で自分を表現することの難しさを感じている若者たちへのエールとして、自分の素晴らしい点やそしてブランディングプロデュースのお手伝いができればなとも思っています。さて今日のお客様をご紹介します。先週のお客様、佐久間さんからのご紹介で、新潟経営大学1年生遠藤瑞希さんです。よろしくお願いします。では遠藤さん、自己紹介をお願いします。改めまして、新潟経営大学1年の遠藤瑞希と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。1年生1年生です。1年生ですか、はい、落ち着いてらっしゃるので。いやいや、とんでもないです。大学生ですか、うれしいですね。学部はどんなことを学んでらっしゃるんですか。経営情報って言いまして、うん、経営関係だったり、うん、IT だったりの情報についても学んでいますね。週何回くらい、まだ1年生なので。1年生なんで毎日毎日帰ってます。はい、さすがにまだ毎日。お住まいはどちらですか。住まいは新潟市中央区の方なんですけれども、ちょっと海の方、いやどっちですね。いや、はい、なんですか、ちょっとあんまり分かんないですけど、はい、そこからカモンまで、そこから通ってます、自宅から実家から。はい、そうですか。はい、1年生です。で、学校、情報関連の学部なんですが、趣味もやはり IT でしょうか。いや、ところがそんなわけはでもなく、はい、何ですか、趣味。趣味はちょっと自転車の方がちょっと僕は大好きでして、はい、ビーチクルーザーっていう、ちょっと、はい、海の方で乗るような感じの、乗ってまして、ちょっとビーチクルーザー、はい、写真があるので、はい、はい、こんな感じで、かなり長いんですよ、全体的に。海の上で乗るんですか。それはちょっともうどう突っ込んでいいか、ね、はい、海沿いの、マンハッタンビーチとかで、ちょっと、はい、全部砂浜で乗るように作られて、うん、ですね。はい、その自転車に乗るのがご趣味。はい、趣味です。はい、あ、私、自己紹介が遅れましたが、今日の MC を務めさせていただいております、小田歩美と申します。よろしくお願いします。遠藤さん、風邪、今流行ってますけれど、はい、風邪は大丈夫ですか。全く引かないで、はい、今ね、新潟市の小学校ではね、じわ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 と入り始めてるんですが、大学生はいかがですか。大学生はでもインフルエンザだったりは若干周りも、来てますか。来てますね。寒くなってきてて、A 型 B 型両方流行っているようですよね。そうですよね、はい、気をつけましょう。気をつけましょう。はい、良かったです。皆様、本当に良かったです。はい、今日はこれでね、元気いっぱいです。ね、僕は、はい。はい。はい。では、はい、ですね、先ほど趣味が、はい、ビーチクルーザー、はい、自転車です、はい、ということだったんですが、はい、なんかこう聞いてますよ。情報ゲットしている情報によると、はい、趣味は自転車だけじゃないと。ないと、はいはい、他に何 か、 なんか素敵なご趣味、趣味というか、なんというか、はい、今手掛けているものがあると伺っているんですが、一応今、はい、自分でちょっとオリジナルのブランドとして、ミエルトというものを、はい、やらせていただいてて、ちょっと若干持ってきたんですけれども、ブランド、ちょっとアパレルのメンズファッションのブランドなんですけれども、はい、こんな感じで、はい、ちゃっかりちょっと僕も今日また持ってるんですけど、本当だ、そう、
ですね。でちょっと先週で、うん、出ていた佐久間清隆さんに、はい、ちょっとブランドのカメラマンとしてやっていただいていて、うん、ちょっと写真もかなり撮っていただいているものがあるようなんですけれども、はい、見えると、見えるとと言います、うん、見えるですね。こちらブランドを立ち上げるっていうのは、はい、どういうことなんですか。とうちの僕が仕事として、はい、あのバンダイのオズメンっていう店で、はい、セレクトショップで、うん、働かせていただいていて、うん、そこからちょっと別事業として、はいはい、立ち上げて、はい、ちょっとデザインだったりをさせていただいております、うんうん、デザインを手掛け、そして、ご自分で作っているわけではないんですよね。そうですね、あのパターンだったり、うん、そういうプリントだったりちょっと依頼して、うん、はい、どこへ行くと手に入るんですか、はい、オズメン。オズメンって言ってあの、はい、あ、お出てますね、お店の紹介を。はい、あのバンダイシティバスセンタービル2階にあります、うんうん、オズメンという店で、セレクトショップでかなり小さなお店なんですけれども、はいはい、ちょっと珍しいものをたくさん取り揃えておりますので、はい、そちらへ行くとこの、はい、見えると、そうですね、見れるし、購入することができる、できます、はい。あの見えるとはお一人で立ち上げたんですか。僕一人でやらせていただいていて、うん、そうですね、今大学通いながらですよね。そうです、はい、あのやってみようかな、なんかこう事業としてやってみようかなと思ったきっかけは何だったんですか。もともとオズメンのこの、 あの仕事先とは高校2年生の時からのずっと付き合いでして、うん、はい、結構長いんですけれども、はい、だってずっとやっていく中で、うん、あのお客さんともすごくいろいろ喋っていく中で、うん、また新しい感じのファッションを提案していくところがないのかなと思って、はい、うん、なんとかうまくやれないのかなって思って、うん、あの販売員としての感性と、まあ、ちょっとそういうデザインとしてのでちょっと、うん、うまくまとまらないんですけど話が、うん、はい、ということは、はい、遠藤さんが初めはオズメンで販売をなさってたんです、ね、そうですね、今もやってるんですけれども、うん、はい、うん、販売員として、うん、そこから発展して、はい、見えると立ち上げた。そうですね。そうか、高校2年生から関わっていたっていうことは、そうですね、アルバイト、はい、ということですか。そうですね、ちなみに、うん、この T シャツですね、でロン T で3780円、3780円、はい、そんなに安くはないんですけれども、でも、はい、ちょっとねこう手触りが触った感じですと、うん、すごくねサラサラして着心地がいいですよ。ちょっと変わったことをしたいなといつも思っていて、ちょっとプリントだったりも、うん、あの全く立体感のないインクジェットって言って、うん、はい、あの普通の紙だったりに印刷をする吹きかけのプリントで全く立体感を持たせないっていうのだったりも、ちょっと変わった方法をできるだけいろいろ研究してやれるように、はい、していて、工夫されてちょっと、はい、いろいろやってらっしゃるんですね。値段的には気持ち上がっちゃうんですけれども、うんうん、それでもちょっと納得していただけるようになんとか、うんうん、はい、頑張っています、ね、うん、でも私はね好きですね。ありがとうございます、はい、シンプルで本当にね、ぜひ皆さんお店で触って、あ、ぜひ触っていただきたいです、はい、触っていただきたいですね、はい、この質感、この感触を、ね、そうですね、はい、はい、ギフトにちょうどお手頃な、うんうん、あ、ぜひだと思います。ブランド立ち上げて、はい、先ほどお一人でやってらっしゃるという話を伺ったんですが、はい、うん、はい、一人でやってるね、私も事業一人でやってるんですけれどね、なかなかこう一人だからいい点もあるけれども、一人だからこそちょっとね大変だなって思って、そうですね、行き詰まるところはかなり、はい、どんなところが今あれですか、一人でやってて、うん、こんなところちょっと大変だなっていうところはどんなことありますか。やっぱり何を求められているのかっていうのを考えたときに、
2人だとすごく意見が膨らんではいくんですけれども、うん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 、1人だとやっぱりどうしても自分の考えばっかりになっちゃうと不安にはなることが大丈夫かなって思って立ち止まったりしちゃうことはありますね、うんうんうんはい、そういう時はどういう存在の方にご相談またはお話を聞いてもらったりしてるんですか？やっぱり一番僕としてもありがたいのが、うん、うちのお客さんの顧客でとして、はい、来ていただいてるお客さんに、うんはいうん、やっぱりそういうところからちょっとまた発信していきたいとは思っているので、うんはい、そうですか。そうですね、話を聞いていただいたりもしていますね、うんうん、どんな今までにもらった声、はい、お客様からね、はいはいはい、いただいた声で、うん、参考になった、あ、なるほどといったご意見、あ、声はどんなものがありましたか？最初、うん、正直僕プリントばっかりをこだわっていたんですよ。でもないものないものってこだわってたんですけれども、うんうん、そこの中で、うん、もっと違う色出してみなよってなって、うんうん、この T シャツだったりも、うん、例えばちょっと新しいピンクだったりも出したら、うんうん、意外とすごくヒットしていただきまして、うん、字がピンク、はい、字をピンクにして、うん、プリントの色を黒にして、うんうんうん、っていうのも、はい、うーん、ああなるほどなっていう、ちょっと自分で考えてたところとちょっと違う観点から見ると、うんうん、そういうこともあるのかっていうのは、はい、よく気づかされます。なるほど、はい、女性客も多いですか？あ、そうですね、うちのブランドちょっとまた他の、うん、何個かあるんですけど、はい、ちゃっかりと持ってきてるんですけれども、ちゃっかり見せましょう。こんな感じと裏がちょっと女性の方も、うん、あ、これ見えます、見えますかね、ちょっとやってみますか、うん、はい、ラブアムールアモーレリーベですね。あ、いや、はい、ね、全部ちょっとごめんなさいね、今ね、いや発音できなくてね、いや、そんなの、かわいい、そうなんですよ、全部愛っていう日本語にすると、はい、ラブの意味ですけれども、どうフランス語とドイツ語で、うん、はい、表現してるので、なるほど、ね、ちょっと女性の方にも表これは、うん、あら、これ男性用じゃないですよね。いや、一応メンズなんです。メンズ、はい、女性着ますよこれ。女性、はい、着れますよ、ね、意外と女性の方からも、はい、これもサイズも S サイズから展開をしたので、うん、素敵、ありがとうございます。今はでは、この、はい、衣服中心ですか？そうですね、T シャツ中心、あとブレスレットだったりアクセサリーも、うん、ほんと少ないんですけれども、うんうん、で実はちょっと今考えているのが、うん、トートバッグだったりも、まだリリースは全くされてなくて、ちょっと実は制作中で動いてる段階なんですけれども、うん、そういうのもちょっとやっていきたいなと思います。これからどんなふうに、まだまだね、きっといろんな可能性を秘めてるし、はい、いろいろなことを考えてらっしゃると思うんですが、はい、まあ、ある方向性としてどんなことを 今の時点ではこの先考えてますか？そうですね、やっぱり珍しさ、うん、せっかくうちの店でオリジナルで限定販売させてもらってるので、うん、もっと少量のロットで何型もやって、うん、ちょっともう本当世界5枚限定とか、世界5枚限定、そういう感じの、もうちょっとでかい感じの、珍しさでやっていきたいなって思って、夏とりあえず T シャツだったりは、うん、はい、そういう風な感じで、うん、大量生産じゃなく、うん、はい、うん、っていうのでやっていきたいなと思ってます。いいですね。オズメンは、あ、オズメンですよね、はい、手に入るのはね、はい、オズメンはもう一度、繰り返すと、バンダイ、はい、バンダイシティのバスセンタービル2階の、そうですね、伊勢丹の隣に、伊勢丹の隣にオズメン、はい、ございますので、はい、あります、はい、では CM こちらで入ります。ブラジュ TV、立つのは早いけど、この日だけは確かな思い出を残したい。人生で一度きりの私、振袖一番館スタジオ BM。 ブラジュ TV。
曜日のプラージュ TV 新潟フォンデリングです。では後半、はい、今日のお客様遠藤瑞希さんの、お写真を何枚かお持ちいただいているの で、はいはい、お写真見せていただいてよろしいですか。お願いします。そうです、これが僕も実は今も着てるんですけれども、パーカーでして、はい、ちょっと女性の方のモデルと男性のモデルで、ちょっと女性も着れるんです、はい、着やすいので、はい、こんな形で撮らせていただいてますね。モデルさんは誰？モデルはさんは、あの僕の高校の時の仲良くしていた、はい、めちゃくちゃスタイルのいい男の人と、僕の彼女で、あ、そうなんですね。実は、はい、伊藤さんの彼女と。ちょっと突っ込みたいですね。そっかそっか、はい、やってもらってます。協力してもらってね、はい、はい、次の写真いきましょうか。これもさっきちょっと、あの紹介させてもらったんですけれども、はい、僕の一番最新作の半袖なんですけれども、はい、もう春物の一番最新のリリースの、はい、色違いでね。そうですね、カラーが、これね、かわいい、これかわいいわ、ありがとうございます、これ色違い、そうですね、これがさっきの、はい、紹介させていただいた色で、はいはい、着るとこんな感じになります。あ、これもパーカーですね。あの先週出ていただいた佐久間清隆先輩に、うんうん、はい、カメラマンの先輩に撮っていただいて、すごい綺麗に撮っていただいて、はい、ところが全員で、はい、うん、あ、これ佐久間くんいるんですか。佐久間さんは撮ってもらってるので、はい、そうですね、誰が撮るのかなみたいになっちゃうんで。で、これがバングルとレザーブレスト、うん、で、はぁ、い、って感じですね。見ちゃった。感心してしまった。だってね、自分でね、19歳ですよね。19歳の時私何してたかなって思わずね、あの過去に飛んでました。そっか、楽しいでしょうね。どんな時間が一番楽しいですか。楽しい時間が2つあって、はい、まず自分でデザインしたのがパターンを起こして、うん、出来上がってきて、うん、段ボールを開いた時、うん、届いた時もお店に届いて、うん、時と、あとやっぱりあのお客さんに買ってもらった時には、うん、はい、うん、すごく嬉しいですね。はい、やりがいを感じます。やりがいを感じる、はい、感じますよね。感じますね、はい、ありがたいです、本当に。うん、気になるところなんですけどね、はい、こんなこと聞いちゃっていいかな。はい、儲かってますか。大変失礼な、いやいや、大変失礼ですが、なんか気になっちゃいました今。正直そんなにうち僕としても利益はそこまでは考えてはないんですけど、うん、珍しいものでやっているので、うんうん、でも、おかげさまで、うん、かなり気に入っていただいている方が多くて、うん、はい、うん、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、うん、私も新しいファンとして、いやいや、ありがとうございます。変わりたいと思います。あのこれから立ち上げたいなって思っていらっしゃる、あのね、大学生や、うん、または もしかしたら高校生も、はい、いや、いるかもしれない、うんうんうん、何かアドバイスってありますか。そうですね、うん、もうやりたいことをがむしゃらにやってみると、うん、意外と先が進めるんじゃないのかなっていう、うん、まあ、僕が言えることでもないんですけれども、いや、私今、はい、あの響きましたよ。いや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 、やりたいことをがむしゃらに、はい、がむしゃらに突き進んでいけば、うん、さらに先が見えていくんじゃないかなっていうのは、うん、あの感じさせられました、僕が。わ、はい、かりました、ありがとうございます。さあ今ね、やりたいことをがむしゃらに突き進んでいくと、その先に未来が、はい、あ、
あると、はい、見えてくる、はい、見えてくると、はい、私ね遠藤さんのなんかそのこれからの未来、うん、10年後の未来が今続いているんだろうなって思ってお聞きしていたんですけれどね、遠藤さんの10年後、はい、どんな自分が見えていますか？10年後は、うん、今青詰めに完璧に頼らさせていただいているんですけれども、うんうん、そこからもう完全独立して、はいはい、もう自分のだけの力でなんとか、はい、やっていきたいなと、セレクトショップとしても、うん、ブランドとしても別でやっていきたいなと思っています。店の名前は何ですか？そこまでまだ考えてないですよね。何しましょう？何にしましょう？なんかいいアイデアないですか？ありますか？2023年ですよね。そうですね、10年後だと、うんうん、そうですよね。なんかいいアイデアないですかね？何でしょう？何だろうね。難しいですよね。いや、何でもいいんですよね。まあ、店の名前は、はい、うん、そこまでこだわらなくてもいいと言えばいいんですけど、うんうんうん、そこに、何人くらいのスタッフが一緒に働いてますか？正直販売員としては、うん、僕がずっと続けていきたいんです。あ、現場にね、はい、ずっと。そこはもう 100% ずっと、うんうん、はい、限界まではやっていきたいと思っているので、うん、本当ちっちゃくやっていければなと、うん、じゃあ現場で生の声をお客様からもらって、はい、で経営もして。そうですね、はい、でデザインも手掛けていらっしゃる、はい、うん、ぜひそういう風になりたいです。うん、そうですか。はい、それではそろそろ、はい、そうですね、なんかもうあっという間なんですが、はい、来週の、はい、次のお客様をご紹介していただけますか？はい、先ほどもちょっと写真で若干出ていた方なんですけど、モデルになっていた、はい、私はスタイルの異常なほどスタイルのいいイケメンがこっち向いてって感じですね。方、はい、ジャパンビューティーアカデミーの、はいはい、1年生やっております。おお、はい、うんうん、田澤優樹くんという方を、はい、田澤優樹さん、はい、が次のね、じゃあちょっと、ね、はい、電話でちょっと確認してみます。はい、じゃあスピーカーフォンでお願いします。スピーカーフォンをどうやる。さあ佐藤さん、電話です。そのときにスピーカーっていうボタンがあるはずなんですが、うん、あ、これだ、うん、はい、すると多分話してても喋れるので、うんうん、あ、話して、ちょっとマイクに近づけてもらえますか？もしもし、はいはい、来週の月曜日なんですが、プラージュ TV に出演していただけますでしょうか？了解です。ありがとうございます。よかったよかった。はい、じゃあ、はい、ちょっと彼の紹介をちょっと、うん、どんな方かを紹介して、はい、僕とのつながりが高校の同級生で、うんうん、はい、すごいファッションだったり、うん、美容だったりに興味津々な、うん、はい、うん、いい人です。お友達ですね。はい、はいはい、じゃあ最後、せっかくですので、もう一回彼、うん、の持ってきてくれたシャツを1枚ずつこう、はい、PR をしていただければありがたいな。ぜひぜひ、ちょっとまた、はい、じゃあこれが、そうですね、ロンティの、うん、僕のロゴの、うん、はい、ものだったり、はい、はい、どんどんどうぞ。はい、すいません、こんな感じの一番最新作の、うん、これはいいわ、やっぱり、ありがとうございます。これいい、これいい、はい、実はちょっとおじさんは着れるかな。いや、全然サイズはありますんで横だけ広いんですけど。いやいやいや。と、あとこれの実は色違いで写真もなかったんですけど、うん、映るかなと思うんです。ちょっとこんな感じ、映る映る映る、はい、うん、白地に、ヘザーグレーのプリントで、はい、ちょっとシルバーっぽく見えちゃうかもしれないですけど、うん、いや、でもね、これいいな、こんな感じリップが赤い、はい、赤い、そのキスマークがなんともねいいんですよ。ありがとうございます。それとちょっとすごい一番シンプルな、無地なんですけど、うん、
あの安定のキスマークがここの部分に、はい、インナー用でって感じで、うん、キスマーク、あのスノーボードのキスマークとは、唇の形がちょっと違うんですね。違いますね、多分これはオリジナルでこっちで作ってるものなので、うんうんうん、かぶりはしないかなと、はい、ちょっとね、見えると、はい、あのキスマークの中に見えるとっていうのをちょっと、下唇にね、はい、くり抜いて、はい、見えるかな、見えるといや見えると見えるとです。そうですね、はい、こんな感じでやらせてもらってますので、はい、すごいですね。さあ、そしたらエンディングに入ります、はい、では今日のお客様遠藤瑞希さんでした、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、もっともっとお話が伺いたくなってきました、はい、またお店で、はい、はい、ぜひお店に足を運んで、お店、まあ、大丈夫かな、オズメン、バンダイシティ、はい、バスセンターの、バスセンタービルの本当通路なんですけど、2階の通路を歩いていくと、あの手の形をした椅子が3台並んでるので、うんうんうん、はい、おそらくすごく目立つかなと、はいはい、何曜日、お休みの日は、あの定休日はなしで、なしで、はい、わ、はい、かりました、はい、ぜひ足を運んでみてください、はい、ぜひお待ちしております。では今日はここまでで終わりたいと思います。ありがとうございました。君は深い悲しみに包まれた、こらえきれず落とした涙の粒、脱ぐこともせず枯れるまで泣いた。そして見上げた夜の空。